起業する人までの基準でいくとよくする話は、金を払ってでもしたい仕事を選んでくださいっていうのよ。大坪さん、こんにちは。こんにちは。今日も大坪さんに質問していきたいと思います。この前友人に相談をされたんですけれども、コロナの状況になって会社に勤めてる友人なんですけど、ちょっと会社の業績があまり良くないみたいで、この先どうしたらいいか不安なんだけど、っていう相談をもらって、その友達に対して大坪さんだったらなんて答えるでしょうか。なんでもいいけど、でどうしたいって聞くよね。確かに。業績が下がったから辞めたいっていう話なのってなるか、コロナの中今の会社でも好きだから業績を回復させてあげたいって思うのか、なんかそもそもコロナで業績下がるようなこんな業界捨ててやるって思ってるのか、それによるよね。なんかもう至ってシンプルで、どのパターン行きますかっていう質問をするかな。なんか回答はもう至って明確で、もう何パターンしかないから、この動画ね、見る人のためって考えたらもういくつか出せるんだけど、コロナです、なりました。で、業績下がりました。私はそこにいます。で、その後分岐であり得るのが、私はこの会社に残りたい、残りたくないがあって、で、残りたい場合は、残るんだったら、じゃあ業績下がっても、まず、会社の業績を上げる動向の前に、会社の業績下がったらクビになる可能性があるからね。なんかクビにされないためのっていう生き残りサバイバルのために会社の中で必要な人材であるかどうかっていうチェックがまず一個あるでしょ。だったらそれが足んなかったら必要な人材になりましょうってなって。で、もともと必要な人材でクビになる心配はありませんってなったら今度会社の倒産の可能性があるから、そっちのシナリオでは、会社が倒産しないようにあなたにできることは何ですかってなるけど、できることがないってなったらもうどうしようもないから。だからもうそっちのルートはもう退散して辞めるルートしか選択肢なくなるんだけど、で会社に残りたくないとかだったとしたら今度じゃあ残らないで、じゃああなた次何したいなってなるよね。だからもともと行きたかった業界があったとしたら、あ、いいじゃん、なれんじゃんみたいなね、うちに来る生徒さんみたいにコロナで業績がやばいからクリエイティブなスキルを覚えてクリエイターになりたいんです、もともと20年前ぐらいにクリエイターになりたいと思ったけど、当時稼げないと思ったから今の業界入ったんですけど、今の業界も結局稼ぎませんみたいなのはうちの生徒よくあるから、そのルートなのか、だよね。だからどの業界行きたいのかっていうのが定まってれば、だよね。で、業界は好きだったら別に同じ業界で、別の会社に行けるよね。だから転職にはならないけど、会社変えるってことだよね。だから業界も変えたいだったら、じゃあ新しい業界行くために何かスキルをどうやって得ますかっていう話になるよね。これで多分全パターン網羅してるんじゃない。確かに。なんか結構なんかその話聞いてて思うのが、なんか割とその、その友達がどうこうじゃなくて、なんかこう働いてて業績悪いから、なんかその会社に対しての思い入れがそんなにあまりなくって転職しようかなみたいな方って、なんか一般的に多い印象なんですけど、そういう人になんかこうその場合になんかこうアドバイスを大坪さんがするとしたら、そうね、うちの会社はありがたいことに社員がどっちかというと会社にね、なんかこうラポールがあって思い入れを持ってもらってる方だと思うんだけど、思い入れを感じ、結局さ、起きてる時間の半分以上はね、お仕事関係の人たちと会社と接するから、それにもかかわらず親しみがね、アップしないんだったら、なんかそれこそ友達でもさ、腐れ縁って言ってさ、何年か行くとさ、もうなんか一緒の縁だなみたいな感じでさ、なんかまた別の感情生まれるじゃん。でも本来はそれが正しいから、その感情がもしその会社に生まれないんだったら、それはね、人間関係としてはちょっとおかしいはず。普通ではない。要は、何年もいるのに関係値が深まらないっていうのはさ、不自然だからね、人としては本来。だから、その不自然さをまず自覚する必要があるよね。で、じゃあ直さなきゃいけないと思うわけよ。で、金のためだけに働くってしてもいいけど、起きてる時間の半分以上金のための人ってすごい、なんかそんな人間辞めたくないって思うから。なんかやっぱお金、俺がよくね、起業する人までの基準でいくとよくする話は、金を払ってでもしたい仕事を選んでくださいっていうのよ。なんかあなたはこれからどんな苦難があるかわかりませんけど、これから先ずっとその仕事を本当に好きでいるためには、金を払ってでもやりたい仕事かどうかを確認してくれって言って。
まあ、その基準よりももうちょい手前ではね、金をもらえなくてもやるぐらいの仕事ですかとか、まあ、金をもらわなくてもやれるっていうとちょっとみんな難しいと思うから、うん、なんか少ない賃金でもやりたいと思いますかっていうところだよね。それでもやりたいと思うんだったら多分ね、その業界でちゃんとね、収入上げていけるのよ。だってやる気があるから、うん、だからちゃんと頑張ってる人はちゃんと評価されるっていうのがね、うん、世の中の、まあ、いい部分ではあるから、うん、だって一生懸命働いてくれてる社員とか経営者からしたらありがたいからね、うんうん、いやいや働いてる人とどっちにチャンスあげようって言ったら、おのずとさ一生懸命な人に行くから、うん、なんか市場の摂理としても定まってるよね。一生懸命頑張った人に、あ、こっちもありがたいなと思ってチャンスあげます、チャンスつかみます、うんうん、好きだからね、だから結構もう頑張って残業でもしても休日出勤とか、あとはね、長期休暇の時にはなんか勉強したりとかしてさ、うん、能力上げてくるじゃん、でチャンスつかみます、うん、すごいじゃんってなったら、もう、もうチャンス与える人一択ってなってくるでしょ、うん、やる気もあって能力も上がってくるんだからもうそしたらおのずと市場価値上がるか、その人の所得上がって、うんうん、好きで、貧しいとこからスタートしたけど好きで豊かなところに行っちゃうわけ、うん、起きてる時間すごいハッピーで、なおかつお金も豊か、うん、これどうしたいかなのよね結局。どうしたいかが、うん、逃げではなくちゃんと選択であるべきだから、うん、みんなどうしてもね、やっぱ逃げ癖がすごいついちゃってて、実社会で生きてる人たちも、うん、なんかまあそうだな、あんまりね関係じゃない時にこの話するのきついけど、やっぱりどうしてもね、まあ俺も過去そうだったからもう明確にわかるんだけど、どうしてもなんかね、逃げの回答なんだけど、そっちを正しいと思い込もうとしてね、そっちに行こうとするのよ、心が。はい。辛い、逃げ出したい。いや、これ俺に向いてないんじゃないかな、みたいな。辛い、逃げ出したい。これ多分このね、業界やばいんじゃないかなとか、なんか変な理屈をつけんのよ。で、人間基本感情で先に決めた後に理屈で意味付けするだけだから、なんか本当に考えて逃げるって選択肢は、本来ないはずなんだ。だからまずちゃんとね、その逃げないっていうのを決めて選べると、まあ、人生そんなにね変な方向に行くことはないよね。だから人生うまくいってないなって思うことがもしある人とかはやっぱね、うん、どっかで逃げちゃってるんだよね。逃げですか、うん、選び続けてる人はね大体うまくいく。はい、では今日もありがとうございました。はい、ありがとうございます。